皆さんこんにちは、リーナと申します。今回は私が顔タイプフレッシュなので、フレッシュさんに合うメイクを研究してみました。よかったら最後までご覧ください。早速メイクを始めていきたいと思います。まずはね、眉毛脱色をしていくんですけど、なんか顔タイプフレッシュの芸能人の方とかを見ていたら、皆さん眉毛の印象が薄い方が多いかなと思ったので、薄い眉毛を仕上げるために脱色をしていきます。カラコンはミムコのブラウンフォンデュを使用しています。結構ね、私の裸眼に近い感じのデザインですごくナチュラルな感じなので、こちらを使用していきました。まずベースはクーセルのベースオリジナルを使用していきます。水分量が多いっていうか、すごく潤う気がするので、こちらをね全顔に塗り広げていきます。最近ね、乾燥がすごい気になるので、こちらをずっと使っています。次にエチュードのフィックス&フィックストーンアッププライマーミントを使用していきます。グリーンの下地でね、お肌の赤みをカバーしていきたいと思います。で、こちら新しく買ったんですけど、パラレルのカバーコンシーラーナチュラルです。こちらはね、うさたにパイセンさんの動画を見てね、ずっと欲しいなと思ってたんで買ってみたんですけど、すごいね、乾燥肌の方におすすめかなと思います。スティックタイプのコンシーラーなんですけど、なんだろう、すごく柔らかくて粉吹く感じも全然なかったので、もはやね、ファンデ代わりに全顔に使えるぐらいすごくしっとりしてるコンシーラーかなと思います。眉毛がいい感じに色抜けてきたので、クリームを取り除いていきます。こんな感じで色は抜きすぎない程度で抜いていきました。で、ファンデーションはイプサのリテクスチャリングファンデーション1011、101番を使っていきました。結構ね、自分の肌よりも明るめだったので、厚塗りっぽく仕上がらないか不安だったんですけど、こんな感じでね、割と素肌感のあるお肌をね演出してくれたので、すごく良かったです。でね、すごい伸びも良くてつけ心地も軽かったので、ファンデーション苦手な方にもおすすめかなと思います。気になるところはコンシーラーを重ねていきます。次にティルティルのマイグローハイライターのリリーフルっていうカラーを仕込みチークとして使っていきます。こちらね、手の温度っていうか体温ですごいとろける感じで、結構保湿力もあるので、上からねパウダーとかパウダーチークを重ねた時に粉が吹く感じがなくて、こちらをね仕込みで使っています。で、次にキャンメイクのシークレットビューティーパウダー01番をこんな感じで全体的にのせていくんですけど、メイクをしていくところ、アイメイクとか眉毛とかシェーディングを入れるところはしっかりのせてます。アイブロウに入っていくんですけど、顔タイプフレッシュさんは眉毛が短い方が似合うみたいなので、短めで薄く仕上げていきたいと思います。ペンシルではこの眉尻と、あと眉頭の上をちょっと描き足す程度で形を整えていきます。こんな感じです。本当に超薄く。逆にソフトエレガントとかに寄せたい日とかは、眉毛をちょっと濃いめに長く描くのがいいのかなと思います。今日はこんな感じです。で、眉頭側を少しぼかしていきます。次にジェルシスの 3D コントゥアリングパレットのこのパウダーの部分でアイブロウを仕上げていきます。中を埋める感じで薄い眉毛にしたいので、しっかりね埋めるんですけど、主張の強すぎないように薄く薄く重ねていきます。で、眉尻側だけ濃いカラーで少し整えていきます。こんな感じです。で、一応眉脱色したんですけど、明るめの眉マスカラをしておこうと思います。で、先ほどのジェルシスのパレットのパウダー部分でノーズシャドウをしていきます。鼻先はね結構がっつり U 字にしっかり作っていくんですけど、この眉頭の下の三角ゾーンの部分はあまり濃くなりすぎないようにしていこうと思います。ここにね濃く影を入れすぎると、ちょっとねフレッシュの子供要素が薄れる気がしたので、あとは鼻の下にも影を入れていきます。唇下にも入れていきます。で、ロム&のベターザンシェイプ02番でしっかりね顔は小さく見せていきたいので、フェイスラインのシェーディングをしていきます。で、ディントのブラフィニッシュブラッシュは504番、こちらもオレンジ、淡いオレンジカラーって感じなんですけど、目の下ギリギリから外側に向かってチークをのせていきます。で、顎にも押し込んでね統一感を出していきます。ジェルシスのパレットに戻って、ピンクとベージュのハイライトを混ぜたら、こんな感じでねハイライトをのせていきます。でこの目頭横から斜め下はねやっぱり大事になるのでしっかりのせて、あと唇、上顎にも強めにのせていきます。口角部分にもねハイライトを仕込んでいきます。左のパウダーで陣中単色と陣中の溝をね深めていきたいと思います。やっぱりね陣中の溝を深めるとちょっと子供顔になる気がするので、こんな感じで入れていきます。まつげは目尻側はあまり上げないようにしていこうと思います。ナチュラルメイクに見せていきたいので、だけど中顔面の長さはかまさせたかったので下まつげはしっかり下げてます。顔タイプフレッシュさんはなんとなくマットシャドウの方が似合うかなと思ったんですけど、バレンタインも近いので少しツヤっとするアイシャドウを使って子供要素の中になんか色っぽさも出るような感じのメイクにしていきたいと思います。こちらのねオレンジ系のパレットをメインに使っていきたいと思います。まずこの上のねベースカラーを目元全体にのせていきます。先ほどのせたパール入りのシャドウよりも暗めのカラーでちょっと奥行きが出るかなと思います。次に下の段の真ん中のラメ入りでパール感強めのオレンジカラーをちっちゃいブラシに取ったら下まぶた全体的にのせていきます。こんな感じで下重心のメイクで中顔面の長さを目立たなくさせていきたいと思います。右上と真ん中のオレンジのカラーを混ぜて取ったら目尻側に影っぽくね入れていきます。涙袋にカラーをのせているので下目尻の締め色を濃くしすぎるとちょっと毛ばく見えてしまう気がしたので、この涙袋のオレンジからつながるカラーでぽわっと影を作っていきました。右上と左下のカラーをこう斜めカットブラシに混ぜて取ったら涙袋の影を作っていきます。影にもねオレンジ系のカラーを仕込むことで統一感が出ていいかなと思ってこちらのカラーを使っていきました。で中段右のゴールドラメをチップに取ったら涙袋に重ねて明るさをね出していきたいと思います。キャンメイクのクリーミータッチライナー02番を使用してインラインはね割としっかり引いていきます。目頭側もこんな感じで濃いめに入れていって、目尻のアイラインは目の流れに沿って少しはみ出す程度で描いていきます。こんな感じです。で目頭側のアンダーラインは薄めにね入れておきます。反対側も同じような感じでラインを引いていきます。でパレットに戻って右下の締め色を先端の細いブラシに取ったら目尻のラインをぼかすように重ねてのせていきます。こんな感じで重ねていきます。目頭のアンダーラインもね重ねていきます。でブラシに余ったシャドウで下目尻を気持ち締めていく感じでのせていきます。左上の明るいねパール感の強いカラーを指で取ったら黒目上から目頭側にのせていきます。でまたゴールドラメを指に取ったら黒目上に重ねてのせていきます。マスカラはペリペラのインクカラーから02番を使用していきました。明るめのブラウンマスカラであまり目元の印象が強くならないようにしていきました。下まつげは結構ねしっかりめに塗っていってます。ちょっと微調整的な感じでブラウンのリキッドアイライナーで目頭石灰ラインを少し引いていったのと目尻のラインをまつげを1本足すような感じで細くラインを足しました。でダブルアイライナーでこんな感じで影も少し足していきました。二重ラインもね少し延長させていきました。でリップはあまり色の主張が出ないヘラの422番を使用していきました。こんな感じでメイクは完成なんですけど、髪型を整えていきたいと思います。ちょっとね巻きすぎてねこんな感じになっちゃったんですけど、アイロンでねしっかり整えていこうと思います。前髪は少し短めに切ってあって全体的にこう一旦ストレートにしてから毛先はね外跳ねにしていきます。でちょっとくびれラインが欲しかったので上の方から丸みを作るように最後外に跳ねさせていきます。はい、髪型も整えて完成です。結構しっかりメイクしてるんですけどナチュラルっぽく見える盛れるメイクに仕上がったかなと思います。顔タイプフレッシュっていうところをね生かしたフレッシュメイクになったんじゃないかなと思います。少しでもこの動画が参考になっていれば幸いです。いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。